テイスティングを始めてみよう香り編です香りを取るポイントについてご説明していきますポイントは第一印象と健全度アロマの確認です第一印象と健全度まずはじっくり嗅がず短めに第一印象を感じます軽やか、フレッシュ、豊かなど香りのボリュームや質をとっていきます第一印象を感じることで 次のステップで具体的な香りを探る上でのワインのタイプや方向性の大まかなイメージを描きますこの時にブショネと呼ばれるコルク臭や酸化臭など不快な香りはないかチェックしワインが健全かかどうか確認します。ちなみに花は香りになれるのが早く嗅いでいるうちに香りが取りにくくなることがありますがその際は自分の腕など自分の匂いを嗅ぐと花をリセットすることができます。 アロマの確認次に具体的な香りを取っていきますワインの香りは第1アロマ、第2アロマ、第3アロマに分類されます第1アロマを確認し、次に第2アロマと順番に香りを取るわけではなく感じ取った香りがどの分類の香りかを考察していきます第1アロマ、果実、花、植物などの香りが分類されることが多く ブドウに由来する香りなので、感じ取れる香りからブドウ品種が推測できます。さらに、ワイン産地の推測につながる場合もあります。例えば、ミントの香りが赤ワインで香る場合、カブルネソービニオンの品種個性による可能性が高く、特にニューワールドのカブルネソービニオンで現れることが多いので、品種と産地を候補に入れながらテイスティングを進めていきます。 第2アロマ、キャンディー香やバター、パンドミなどの香りが分類されることが多いです。醸造、発酵技術や、またその技術が多用される品種や産地の推測にもつながります。第3アロマ、熟成度や熟成方法を推測する手がかりとなります。もともと第1アロマだったフルーツの香りが熟成が進むにつれてドライフルーツの香りになるなど、熟成を経たことで変化、 もしくは発生した酸化熟成の香りやバニラやチョコレートなどのタル熟成により発生する香りです気ざるがよく多用される品種を考慮することでブドウ品種を推測する場合もありますアロマを確認していく中で何か一つだけの香りから品種や産地、熟成度合いを断定することはせず第1アロマ、第2アロマ、第3アロマという視点を通して味わいの確認につなげることが大切です